おはようございます。7月2日土曜日、はい、お昼ご飯できました。わかりにくいですが、ツナ、かぼちゃ、キャベツ、クリームパスタです。いただきます。はい、おやつが食べたくなったので、すぐ近くの売店にアイスやらジュースやらいろいろ買いに行きます。ちっちゃいね、マウンテンデュー2つとルピというね、もち米のおやつ、これで120円買います。ルピオープン。あー、バナナです。バナナの葉っぱ中にもち米。うん、まあスイーツ、日本にはにもありそうな感じかな。うん、米感はないですね。なんか滑らかな食感、うん、もちもちして甘い、ココナッツの味もする。甘い、美味しい。大根がねあって、何しようかなと思って調べて煮物を作りました。いただきます。美味しい。鶏胸肉、うん、じゃがいも、おはようございます。7月3日日曜日、はい、今日は日曜日なので奥さんの実家に向かいます。バス待ち。はい、バス来ました。乗ります。いいね、バス。すごい暑い。トライスクル待ち。はい、奥さんの実家到着。道にタオルかぶせ。湿気た木はなかなか燃えません。熟してないパパイヤを皮を切ってスープに入れます。食感はね、ウリですね。冬瓜みたいな感じ。冬瓜よりもちょっと固め、うん、みんなで料理してます。フィリピンスタイルのハンモックでお休み。お昼ご飯は魚の素揚げに、さっき切ったパパイヤですね、とチキンのスープ。いただきます。パパイヤ本当に美味しい。奥さんの激揺らし。ケーキ、ブラソデメルセデスというケーキらしいです。食べてみます。うん、マシュマロ、甘い、美味しい。トライシクル待ち。帰ってきました。横にゴロンってできたら超ご機嫌。ご機嫌、ご機嫌だね。やったーやったー、ゴロンゴロン。おはようございます。7月4日月曜日、はい、今日は久しぶりに
でっかいショッピングモールに行こうと思います。はい、このシティでいっちゃんでかいショッピングモール到着。うろうろします。ちょうど卒業シーズンでね、学生が山ほどいますね。前向き、みんなに挨拶スタイルね、いいね、よかったね、いろいろ見れるね。フィリピンのユニクロ10周年コラボでジョリビー T シャツ、ナショナルブックストア、さっきの本屋さんですね、でサンミゲルビールの、コラボがいっぱいやってますね。結構人気でも1000いくらだ、2000円ぐらいする。大丈夫 T シャツ、平和の問題 T シャツ。はい、奥さんはここでティーを買います。クリームチーズ抹茶ティーシェイク380円、高いですね。いただきます。抹茶濃い、欲しそう。はい、バーガーキングで休憩、美味しい、ワオです、キャラメル。帰ります。タクシーで帰宅。おはようございます。7月5日火曜日、今日はマッシュポテトです。ポテトは美味しいですか？口開けないね。少しかぼちゃの方が好きですか？まあ口に入ったから仕方なく食べてるって感じかな。お買い物。はい、いつものスーパー。ちっちゃいキムチ220円、あと春巻きに使うもやし、これいくらかわからん。はい、春巻きの巻くやつ25枚入りで、いくら、70円ですね。はい、ホットドッグっていう、なんだろうな、まあソーセージ、美味しいやつ550円ぐらい。はい、タマリンドっていうやつの、まあこれタマリンドってめちゃくちゃ酸っぱいやつなんですが、それを甘い砂糖でやったやつですね、甘酸っぱいお菓子、これ200円もします。結構するね、奥さんの大好きなやつ。はい、ミッチー赤ちゃんのベビーローション220円。はい、リアルマヨネーズ130円、キューピーのマヨネーズとほど遠い味ですね。キューピーのマヨネーズが一番美味しい。でかい食パン、これで190円ぐらいです。ツナ缶、これが70円ぐらいですね。2個、卵が12個入りで230円。ちゃんとね、卵から割れてないかチェック必須です。カルボナーラのインスタント麺1個30円ぐらいかな。まあ4つぐらい買おうかな。辛いジャジャンポンというねやつのヌードル、これ1個35円ぐらいですね。あとお砂糖、お砂糖はそんな高くないんじゃないかな。これ1キロで150円ぐらい。ヤクルト110円、赤ちゃんのお水190円。はい、ちっちゃいジュース1本40円で、このね、粉、水に溶かすタイプの粉ジュースですね、1リットル用、これは50円ですね。はい、買い物終わり。
帰ります。すごい抽選でね、自分がめっちゃ欲しかったトヨタのライズが当たるみたいですね。3台もいいな、欲しいな。スーパー来る前に野菜市場でお野菜も買ってたのでトータル3500円ぐらいになりました。ただいま、美味しいですか？はい、お昼飯ギナタンぐらいココナッツ野菜スープいただきます。うん、最高。はい、でね、ご飯と全然関係ないんですが、ね、赤ちゃんの出生届とか、あとはなんだな、結婚の証明書とか、フィリピンではね、そういう公的な書類っていうのかなの誤字みたいなのがめちゃくちゃ多くて、名前の綴りが間違ってたり誕生日が間違ってたり、そういうのがめっちゃ多くてね、でそれと後からね、こう修正依頼するとめちゃくちゃ時間かかってめっちゃめんどくさいんですよね。でまあそんなことフィリピンでよくあるんですが、日本のね出生届この間出したんですが、自分はねちゃんと記載して出したんですが、市役所の方でね、奥さんの出生届、なんだ、赤ちゃんのね出生届の奥さんの名前のところが記載がね向こうが間違えたみたいで、うん、そんなことあるんだと思って、変更修正してくれますかって言ったらね、すぐに修正してくれました。はい、まあメールでねそうやってパパって対応してくれてありがたいですね。うん、フィリピンだともうわざわざ役所に出向いて、って何すの間違ってんのって、ね、すごい時間かかってってなるんですが、さすが日本。おはようございます。5月6日火曜日。はい、お昼ご飯、この間ね買ってきた春巻きのラップ、なんだ、春巻きの皮で作った春巻き、いただきます。うん、あ、中身はもやしと豚肉ですね。うん、うまっ。はい、奥さんはミッチーのビタミンを買いに来ました。雨降らないで。はい、昨日買ってね、皆さんも気になってたであろう、このタマリンド200円するやつですね。これ食べてみようと思います。まあ、こんな感じ。タマリンドはこういう果物っていうか、まあ実ですね。中にでっかい種が入ってます。いただきます。種は本当石みたいな、あ、でもつるんと取れますね、種。不思議な食感、不思議な味。あんずみたいな感じかな。あんずを食べたことはない気がするけど、うん、砂糖でコーティングされた中が酸っぱいあんずって感じ、うん、まあ悪くない。おはようございます。7月7日、ああ、木曜日。7月7日って77だ、ラッキーセブン、なんかの日かな、子供の日とかかな。はい、今日は予防接種向かいます。はい、バスで60円ぐらいでしたね。到着バランガイホール予防接種。はい、予防接種がね、毎月月初めの第1、第2水曜日なんですが、今日木曜日でね、まあ、でも7月7日に来いって言われたので木曜日なんですが来てみたんですが、はい、やっぱりやってない、もうショック。でまた違うね、バランガイホールに行って予防接種受けに行きます。二度手間、昨日来ればよかった。はい、急遽トライシクルで別のバランガイホール向かいます。ナースの方がね、日付を間違えてたってことで、お気持ちのお金はいらないよということでした。暑い、帰ります。はい、お昼ご飯は
キャベツと空心菜とベーコンのトロッとオイスター炒めです。いただきます。野菜食べてるって感じ。はい、晩ご飯濃いかったね。前この間買ったジャジャンポン、かやっとスープの粉がついてます、うん、具材は付け足しました。はい、できました。ジャジャンポンいただきます。程よく辛くて、おはようございます。7月8日金曜日。はい、初めての人参。人参はどうですか？よいしょ。うわ、まあミルクで、いやもう楽しい楽しいな。まあまあなんとか食べてくれてます。じゃがいも、かぼちゃ、人参、ビスケット制覇。はい、食べようね。種は本当石みたいな。あ、でもつるんと取れますね、種。